ます。これあれなんですよ。これ34になるんですよ、今年で。健さんの音にあったのが15の時にラストオブサニーで CD で、それまでヒップホップしか聴いてなくて、ヘイヨーってな具合だったんですよ。でも俺外人だと思って友達からテープだけもらって聴いて1年ぐらい、自分で CD 買った時に日本人だって気づいて、で、あ、日本人でもこんなかっこいい人いるんだと思ってギター始めて、始める時の理由がケンさんと一回ライブするまで絶対ギターやめないと思って始めたんで、今日は死ぬほど嬉しいですけど、死にませんけどすげえ嬉しいんですよ。16年ぐらい追い続けた人と今日ライブできるなんて、もうこんな幸せなことはないんで死にます。じゃああと3曲付き合ってください、お願いします。ありがとうございます。エアジャム2000に嫁と行って離婚しました。あと3曲あります、よろしくお願いします。曲知らなくてもいいんで、もうなーってなってもらえるとちょっと気持ちいいんで。
様で水がいっぱい集まりました。本当にありがとうございます。最初に出たレディオアクティビティとフライデー、そしてこれから来る岩木原骨会と諸先輩方後ろにいますけども、ちょっと皆さん準備運動が足りないと思います。人の上を泳ぐ練習を次の曲でやってみましょう。見本を堀内くん、見本見せてあげてください。今日来てくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでください。